最近のトップニュースといえば、ロシアによるウクライナ侵攻です。この話題がテレビに出てこない日はありませんね。ウクライナ侵攻、コロナ問題の終わりはいつやってくるのでしょうか。日本の政治情勢も合わせて先が見えず、暗淡とした気持ちになります。このウクライナ侵攻で影が薄くなったところで気づかれないように動いているのがお隣の中国です。最近の中国は南シナ海などへの海洋進出や尖閣諸島周辺の日本の領海への侵入を繰り返しています。時には日本付近において弾道ミサイルを発射するなど、日本にとっては嫌な軍事大国ですね。一方で北朝鮮は見せつけるかのごとく、軍事パレードを行ったり、ミサイルを発射したりどうとしたものです。今回は、この尖閣諸島に日本人が常駐するのか、工作物を設置するのかについて、詳しく見てみましょう。この尖閣諸島問題を持ち出してきたのは、自民党の高市早苗議員です。高市早苗氏は、平成初期には、テレビの情報番組でメインキャスターを務めるなど、働く自立した女性として活躍していました。男女雇用均等法施行により、性別に関わらず働けるようになったことで、OL の中にも、総合職と一般職の区別ができたこともご存知ですよね。そんな時代に、彼女は、知性派コメンテーターとして、テレビにも出演し、バリバリ働くキャリア女性としても、人気がありました。ちなみに、当時の皇太子浩宮の置き先候補として、常に名前が上っていた、小和田雅子さんも、外交官をされており、キャリア女性として憧れの対象となっていたのは、間違いないですね。高市早苗氏は、奈良県出身で、1984年、昭和59年に大学を卒業後、松下幸之助が設立した政治塾である、松下政経塾の第5期生として入塾しています。ここで、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。この松下政経塾は、次代の国家指導者を育成する目的で、慈悲を投じて設立しており、国会議員、地方議員などの政治家や、経営者、大学教授さらには、マスコミ関係者などの人材を多く輩出しています。高市早苗氏は、その後アメリカに渡り帰国後、政治家を目指したが、1992年、平成4年、無所属で立候補したが、参院選にて、大差で敗れ落選しました。1993年、平成5年に衆議院議員選挙に奈良県全県区から無所属で出馬しトップで当選。1996年、平成8年に新進党公認で出馬し2選し、その後新進党を離党し自民党へ入りました。さて、そんな高市早苗氏は2022年3月9日に国会内で講演し、沖縄県の尖閣諸島について、身勝手な領有権を主張し、公船を日本の領海や接続水域へ侵入させている中国に対して、尖閣諸島が日本領であるということをはっきりさせるために、何らかの工作物を設置するなど、実効的に日本の領土であると、日本政府が施政権を明示し、中国に対抗すべきだと、主張しました。タカ派の強硬な表現とでも言いますか、さすがの発言ですね。中国が領有権を主張する沖縄県、尖閣諸島は、2012年、平成24年に日本が国有化しているはずですが、中国は手を引こうとはしません。それは、日本人がいないこと、日本のものが何もないという、ことが理由にあるようです。高市早苗氏は、日本政府が、
施政権を示すためにも、工作物の設置や、日本人が常駐することが望ましいとの考えを示し、実効支配し、施政権が及んでいると見せていくことは、考えてもいい。常駐する方がいればより良いと、述べています。自民党内からは、尖閣諸島に、ヘリポートや灯台を建設し、施政権をアピールすべきだとの意見もあります。尖閣諸島では、中国が工作物を設置するなど、力による現状変更を行う可能性が非常に高いとも指摘しており、中国に対抗すべく、そうさせない環境を作っていくことが大事だとも述べています。北方領土問題にも言及し、北方領土は、第二次大戦末期の1945年8月9日、ソ連は、日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾した後の同年8月28日から9月5日までの間に、北方四島のすべてを占領、奪われた形になりました。当時、北方四島には、ソ連人は一人も住んでおらず、日本人は、四島全体で約1万7000人が住んでいましたが、ソ連は、1946年に、四島を一方的に自国領に編入し、1948年までに、すべての日本人を強制退去させました。それ以降、今日に至るまで、ソ連、ロシアによる不法占拠が続いています。日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで北方領土問題を話し合ってきましたが、戦後70年以上を経たにもかかわらず、未だ平和条約が締結されていませんが、政府は、北方四島の帰属の問題を解決して、平和条約を締結するという基本的方針で、ロシアとの交渉を進めています。北方領土の元島民が、島を訪問する際のビザなし渡航が開始してから30年が過ぎましたが、ロシア政府は、2022年9月5日に、ロシアが、いわゆるビザなし交流の合意を一方的に破棄したと、発表しました。これは、ウクライナへの軍事侵攻を受けて、日本の制裁措置に反発して、ロシアが一方的に停止する意向を示しており、領土問題の解決に向けて続けられてきた交流がいつ再開できるのか懸念されます。それまで領土問題は存在しない態度を貫いてきたソ連に対し、1973年、昭和48年、10月、日ソ首脳会談において、当時の田中角栄首相が、北方領土問題で行き詰まる、激しい交渉を行っていました。当時のソ連の最高指導者、ブレジネフ書記長と向き合い、北方四島について、交渉を迫り、日ソ首脳が、北方問題について、激しく交渉した、唯一の首脳会談だったと言われています。しかし、安倍首相により、北方四島については、我が固有の領土と、明言しないとしてきましたが、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、固有の領土という表現が復活しました。さらに高市早苗氏が持ち出したのは、ロシアが不法占拠する北方領土だけではなく、韓国が警備隊を常駐させ実効支配されている島根県、竹島の事例を挙げました。事実上の支配が長引くと、国際的にも、支配国の領土と認められてしまう恐れがある。だからといって、武力によって奪い返すなど、憲法上で許されるわけがなく、領土の奪還は憲法では認められていない。取られたらもう終わりだとも語った。非核三原則についても触れた高市早苗氏は、非核三原則のうち、持ち込ませずの部分については、有事の想定を、日本とアメリカとの間で協議を重ねておくべきと指摘しており、改定を進めている国家安全保障戦略の議論と合わせて、自民党安全保障調査会でも
慎重に議論するという考えを明らかにしました。しかし、自衛隊とアメリカ軍の間には、アメリカの核兵器を自国の領土内に配備して共同運営するニュークリアシェアリング核兵器共有があるが、自衛隊法では想定されていないことから、現状のままでは難しい。つまり高市氏が言いたいのは、アメリカの兵器を日本の自衛隊が使えるようにするために、自衛隊法の改正が必要であるということではないでしょうか。アメリカは、尖閣諸島は、1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあると認めた上で、アメリカが日本を守る義務を定めた、日米安全保障条約第5条の適用対象であるという見解も示しており、日本を支持すると思わせておいて、アメリカは、尖閣諸島の領有権については判断する立場にはないので、領有権についての対立は、関係当事者間による平和的解決を期待するという、あくまでも中立的な立場を示しています。ロシアによるウクライナ侵攻で、日本も核武装するべきだとの意見も多く、核を保有していない国は、核保有国に対抗する手段がないという理由らしい。だからといって慌てて、核を保有するのはナンセンスだと思う。今のアメリカはというと、以前のような、絶対的な兄弟国とは言い難く、残念ながら自国を守るのが精一杯のように感じられます。もし中国が尖閣諸島を奪ったとしても、日米安全保障条約が意味を持たない可能性があるということを日本は想定しておく必要があるでしょう。そうすると、自民党が求めているように自衛隊法を改正した上で、アメリカととのニュークリアシェアリング、核兵器共有が実現しても、自国を守るのが、精一杯のアメリカが、万が一の時に、日本を助けてくれる、保証はないでしょう。つまり、思いやりの同盟国強靭化予算という、名の在日米軍駐留経費負担という、巨額を在日米軍に注ぎ、一方では、在日米軍の犯罪は、見逃さざる得ない立場にあるのが実情だが、そんな日本をアメリカが見捨てる可能性はあります。だからこそ、高市早苗氏が言いたいのは、今、日本に足りていないもの、敗戦後にアメリカに強要された憲法を改正して、日本も核武装するということなのでしょう。個人的な意見としては、アメリカ以外の国々とも、積極的な外交を成り立たせておきつつ、極端な考えかもしれませんが、場合によっては、中国や韓国へ、便宜を図るようなことがあっても良いと思います。もし日本を攻撃すれば、その関係の国々とも対立することになりかねないということを周知するためにも、安全策として、対等な対話の方法をキープしておくことは、日本を守るため必要ではないでしょうか。